強い台風10号は熊本県の天草市付近を1時間におよそ15キロの速さで北へ進んでいるとみられます。長崎県内は南部と北部の一部が風速25メートル以上の暴風域に入っています。台風は今日昼過ぎから明日未明にかけて県内に最も接近する見込みです。県内では今日午前6時前に雲仙岳で38メートルの最大瞬間風速を観測、明日にかけて35メートルから50メートルの最大瞬間風速が予想されています。 JR 長崎駅東口です。歩行者が通る道なのですが、奥の木が折れておよそ10メートルほど飛ばされています。また台風に伴い大雨となる恐れもあり、明日午後にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで県南部と北部で200ミリ、壱岐・対馬と五島で100ミリと予想されています。台風10号の影響で諫早市や南島原市など10の市町でおよそ1万2000戸が停電しているほか、公共交通機関は軒並み運休や運転見合わせとなっています。昨日山口から野球を見にこっちまで来ました。電車が止まっちゃったので、とりあえずホテルもう一泊分予約して、とりあえず動き出したら帰ろうかなと思ってます。また島原市と雲仙市では土砂災害警戒情報が発表されています。県内では長い時間にわたって台風の影響が続く恐れがあり、気象台が警戒を呼びかけています。